後編というまあ、か、ね。これからどうなる生活裁断業界っていうお題で。はい。まあ、なんとも、あれですね。ちょっと、ね。暗い話になりそうな。そうだね。どう？田中さんが、何年だっけ？ 13 年ぐらいだっけ？経験が。13年目ぐらいじゃないかなと思います。13年前と比べて、今、どういう変化あったかな？いや、あからさまにやっぱその単価が小さくはなってますよね。ああ、まあね。そこは感じます。13年前、ああ、そうだね。13年ぐらい前から家族葬っていうのがちょっと出始めたのかな、ちょうど。あ、多分そうですね。ちょこちょこは合ってたと思うんで、僕が始めた時も。そうだよね。俺が、だから20年前ぐらいは、家族葬って言葉がなかったもんね。ああ、そっかそっか。密葬って言ってた。密葬か、一般葬。そう。密葬の割合っていうのもそんなにやっぱ多くはなかったよね。そうですね。なかなか聞かなかったですね、密葬でやるみたいな話は。よっぽそうどなんだね。か込み入った事情があるときに密葬でやるみたいなイメージでしたね。もう今はね、家族葬がもう主流だもんね。家族葬多いですよね。てかもうほとんどなのかな？まあ、コロナのね、影響があってね。すごい家族葬っていう家族葬がなんかもう一般葬みたいな感じの。そうですね。そっちの方がもうむしろスタンダードになりつつあるような印象は受けてて、まあなんとも寂しいなっていうところは感じてますね。やっぱりね。これ実際今だいぶコロナ落ち着いてきましたけど、どう変化あります？強化のスタンドバナーは前よりは出るようになったのかな。あとはその、何ですかね、改装される方が実際に、少しは多くなったのかな。足を運んでいらっしゃる方が、やっぱ多くなったんで、その人の出入りっていうところは、やっぱり、ちょっとは、前よりはですね、良くなったのかなっていうのは感じますね。まあ、それに伴っての、その注文のあり方とかも、ちょっと、変わったのかな。まあ、要は少し回復傾向なのかなっていうところは感じます。実際どう？コロナ前と同じように元に戻ると思います？いやー、どうですかね。戻りきれないんじゃないかなっていうのがちょっと正直な意見ですね。そうだよね。お父さんはどういうふうにお考えですか？戻らないと思うね。ああ、結構すっぱりそう言っだちね。ゃいま元しにたはね。戻らないよね。うん、そうですね。まあ、あり得るとしたら何か新しいことをやって、ね、ちょっと単価がね、上がるとかっていうのはあるのかもしれないけども、そうですね。今までと同じようなやり方で、綺麗に前と元通りに回復できるっていう見込みはなんかなさそうな感じは、まあ感触としてありますよね。あるね。ねえ。だから、どうなんだろうね。まあ、大手の花屋さんってあんまり知らないから、まあ、情報交換ってあんまりできてないんだけど、やっぱりなんか、差し手を余してるみたいなコロナ時期はね。そうですね。そういう印象でした。で、今、まあ、あちこちで始まってるっていうか、まあ、コロナ前からちょっと始まってたんだけど、まあ、大手っていうか、まあ、手広くやろうとしているところが、まあ、今まで行ってなかった地域に侵略しているっていう、営業をかけてああ、るっていうのをよく聞いてて、そうですよね。その話は結構、聞きますね。まあ、それが、今後ね、どうなっていくのかなっていうのはね、なん要かは結構もう、遠くまで行ってるんだよね、話聞くと。行動範囲をね、広げてるっていうかね。だからもう、日本という狭い土地の中で、なんか陣取り合戦をし合ってるみたいな、そうだね。感じですかね。だからね、今までそんなに気にしてなかった、地方の花屋さんたちが、まあちょっと今、なんていうのかな、今になってちょっと焦って、まあ技術力高めたいだとか、
なんか営業をね、新規獲得、まあ取られた分だけ新規で獲得しなきゃとか、そうですまあね。そういう流れはちょっと今増えてきてるのかなと思うんだよね。そうですね。福特岡に。あたりはどうなのかな？大野城市あたりは、どうなの？わ、結け、構、大野城は、そこがっそちり。こ、都市だもんね。あ、すいません。もう一回お願いします。そこそこの都市だよね。大きい都市だよね。そんなことないですよ。そんなことない？そんなことないです。つむぎさん、私の息子も2年6ヶ月、今日は、月命日。ああ、そうだったんですね。こんなに素敵だと息子もきっと幸せだったろうなと。ああ、そうですか。ああ、それは大変でしたね。息子さん、2年6ヶ月前に亡くされてるんですね。そう。やっぱりこう、この仕事ってね、その人の悲しみの席。だからやっぱこう、本当に真剣に作んないとダメな仕事だよね。そうですね。ふざけてやってたらいけないですよね。まあ、ちょっと切り込んで話すれば、やっぱりまあ、ちょっと葬儀社の人たちに頼りっきりだったよね。生花祭壇業界ってもうそうですよ。ね。ね、営業っていうか、エンドユーザー、最終的に、ね、まあ、模試さんだったり、支払い、お金を支払うお客さんに対してのアプローチって、ね、100%葬儀屋さんが、葬儀社の方が営業してくれてて、そうですね。うちらはただ施工してるだけっていう感覚になっちゃってる。それが当たり前みたい。そうですね。ああ、なっちゃってるよね。そうです。まあ、それがちょっとまずかったのかなっていうのは、ちょっとそう感でじすてるよね。ね。なんかもう当たり前のものとして、なんか享受しちゃってるみたいなところはあったんで、一軒の葬儀社さんが、もう取れたんだったら、それでなんか安泰だみたいなところはやっぱり昔の感覚で言うとあったと思いますよね。だからまあ実際、俺が YouTube 始めたのも、まあちょっと葬儀屋さんに営業活動っていうか、まあちょっと頼りっぱなしっていうのが、やっぱちょっとあんま良くないのかなっていうのが思って、まあ少しでもこう一般の普通の人たちに、まあ聖火祭壇ってあこうやって作ってるんだなとか、まあよく聞くのが、一本一本刺してると思わなかったとか、そうです下手すね。るとね、増加だと思ってたとか、聞きますね。結構ね、言われることがあるから、そうですね。その聖火祭壇の魅力っていうのをね、少しでも、みんなに伝わればいいかなと思ってね、YouTube をやってるんだけど、ね、まあ結構でも見てくれてる人はいるよね。前より増えたよね、間違いなく。かなり手応えとして感じますね。前からね。比べたら。ね、今日もね、つむぎさんがそのね、息子さんが2年6ヶ月前に亡くなったということで、やっぱりこう、身近な人がね、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん亡くなったりすると、まあ、ちょっとやっぱり葬儀のことっていうのはね、携わると、ちょっと違う思いで見れるのかなっていうのがありますよね。そうですね。できればね、ちょっとこう、まあ、自分が作ったのがいいかっていうのはまた別なんですけど、まあ、ちょっと芸術として見てもらえたらちょっと嬉しいかなと思いますよね。そうですね。本当に上手な人は本当すごいものを作ってますもんね。すごい人は本当にすごいですよね。もうわけわかんない次元まで、やっちゃうんで。それで、ね、それもあってやっぱりこう、花屋さんの、まあ、聖火祭壇の、まあ、花屋さんというのは全体かな。あんまりね、その労働環境とかも良くなかったりするよね。そうなんですよね。だから今、それこそ補助金とかね、コロナの補助金とかってなんとかなってる、ね、花屋さんとかも多いのかなと思ってて。そうかもしれないです。ね、なんか新しいことをね、やっぱり考えていかないと、ちょっとこの先良くなる気配がないと思うんですよね。そうですね。今までと同じことをだらだらとやり続けるっていうスタンスをずっと取り続けるのはやっぱり
危ういなっていうのをものすごく肌でも感じるんで。まあ、正直、俺がこの業界に初めて入ったのってもう22年前なんだけど、その時から実はもうね、縮小傾向にはなってた。昔からずっとそういう話は業界で出てましたもんね。そうなんだよね。22年前で、ね、ピーク過ぎて、ね、大きさで言うとね、葬儀の大きさで言うと、縮小傾向ってなってて、それがずるずる、ね、何も変わらないわけじゃないんだけど、もちろん技術は進歩してるんだけど、そのビジネスモデルは変わらないままだよね。そうですね。はい、そうですね。こう20何年間やってきちゃうと、まあ、どうしてもね、同じものだったらこう価格競争になっちゃうしね。そうですね。どうしてもやっぱ、まあ、仕事はやってても利益が残らないっていう華やかさが結構あるような気はしますよね。なかなか切り込んだ話ですよね。なんか、まあ、そう切り込んだ話だよね。だ。なんか、すごく、末端のお客さんが思われてることで、なんかすごく多い意見だと思うんですけど、こんだけ鼻出してたらすごく儲かってるんでしょ？とか、やっぱたまに言われたりするんですよね。全然儲かってないんですよね。あの人は。みんなが思ってるよりは儲かってはいないかな。儲かってないんですよね。で、儲かってないから、その労働水準が上がらないんですよね。すごく儲かってるんだったら、いい給料取って、いい暮らしできるのかなと思うんですけど。その通りだよね。なんか、それこね。そ結構昔に、なんかこう、自分がその転職するときにいろいろ花屋さんでもう一回やろうか、花の業界以外で頑張ろうかなって考えてるときにいろいろ調べてたんですけど、なんか花屋さんは好きじゃないとできないっていうふうな、なんかコラムみたいなのがあって、そうなんですよね。だからもうよっぽど好きじゃないと、その、普通の社会人の仕事みたいなものとしては受け入れがたいような、やっぱその水準なんですよ、みたいなことが書いてあって、そっかーって思いながら、確かにね。でもまあ結局この世界でまあ夢を追っちゃってるんですけど、何かできることがあるはずだって思って、そうだね。まあ、確かに好きじゃなきゃできないのはできないよね。そうですね。それは多分、その、な、つ、まあ、な、な、給料とか、そういう話、以前のことなのかもしれないですけどね。まあね、好きだから楽しいから続けてきたけど、やっぱりでも、周りの花屋さんたち見てても、まあでも、そうだね、30代が限界なのかなっていう感覚は。まあ、それ例えば、は。昇給するとか、労働環境っていうことを考えると、まあ、そうだね、まあ、独身だったら大丈夫だと思うんだけど、そうですやっぱりね。結婚して子供いてってなると、休みもね、結構不安定なところも多いと思うし、忙しいと仕事出なきゃなんないとか。そうだね。俺も20代の頃いたところは、本当、休日出勤よくしてたもんね。僕もしてました。してました。なんかそれがもう当たり前だったもんね。今じゃ考えられないけどね。そうですね。だから例えば、まあ、個人的なお客さんから休みの日に電話来て、ただもう、休みの日でも会社に出勤してアレンジ作って、まあ、届けに行ったりとか、普通にやってたもんね。でも、いつか報われると思ってたけど、全く報われないのは分かった。報われるのがまだ先なだけなのかもしれないですけどね。だからまあ、そういう働き方をしてても報われないっていうのは分かったよね。そうですね、そうですね。会社がっていうわけじゃなくて。まあ、要は無理は続かないってことだよね。まあ、それはもちろんそうですね。だからまあ、俺はね、YouTube の配信もそうだし、まあ、いまだに聖火祭壇刺すの楽しいから、無理はしてないんだけど。つむぎさんから、大変なお仕事だと思います。ありがとうございます。大変なんですけども、
大変なことにはなれました。それよりも楽しいというか、喜んでもらいたいというか。はい。そうですね。はい、そうですね。まあ確かに習得、ある程度習得するまでは大変だよね。はい。下積みが、やっぱり、その時期が一番しんどかったなって思います。ね。だいぶ俺も悩んだよね。まあ俺は業界もう2回辞めてるからね。2回諦めて辞めてるからね。3度目の正直なんですね、も今回はまあ3度目の正直だよう。ね。はい、はい。そうだね。業界のその労働環境の、まあ、悪さだったり、まあ、将来性を考えたら、まあ、やっぱり続けられないかなとは思ったよね、正直ね。3年そう前。思ったことは僕も何度もありますね。はい。で、やっぱりこう、ね、どっちかっていうと、こう、花屋さんって、今をなんかしのいでるだけっていう感覚が多いかな。生活裁断業界はね、特にね。ありますなんね。ていうのかな。ね、なんとか我慢するっていうところが多くて、まあ特にそのコロナになって、環境がらっと変わって、ね、忙しかったのが急にね、時間できちゃって、でもやっぱりこう、これから結果が出てくると思うんだよね。そのコロナ時期に何か新しいことをやった花屋さんたちは、なんかね、またこの後何かやるんだろうけど、変わるんだろうけど、そうですね。ただしのいだだけの花屋さんたちは、多分、俺、回復はしないと思うんだよね、やっぱね。売り上げとかもね。完元全には戻にらはない。戻りきれないんじゃないのかなと思います、僕も。はい。ね、まあ、一般の小売りもそうだけども、はい、はい。まあ、要は少子化の問題は何も解決されてないからそうですね、そうですね。ね。要はね、物買う人口が減っていくから、今までと同じことやってても増えるわけないんだよね。そうですね。それがまあ大前提にあるからね。まあ、要はもう、でも消費全体がどん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 落ち込むっていうことであれば、まあ、その裁断っていうのも、まあ、例外ではないってことですよね。そうだね。まあただその裁断に関して言えば、まあ件数というかね、亡くなる人の数は、ね、これからだよね。これか増えらる多のく、は増える。そうですね。増えるのは増えるけども、逆にこう単価が下がる。そうですね。それがね、かなり厳しい。まあ言ってみれば、同じ場所に届けに行くにも、ね、1万円で届けるか3000円で届けるかっていうね。まあもっと、まあ葬儀の裁断になってくると値段も違うんだけど。ね、同じ車に乗せてね、10万円分の分、ね、花を運ぶのか、ね、5000円分の花を運ぶのかで、やっぱり全然違うもんね。全然違いますね。つむぎさんからですね。私私はは、亡くなった人の写真を見て、この人にはこんなイメージの祭壇、こんなお花がいいのではと。趣旨してもらえたら。首してもらえたらどういてうもこらえとたらで嬉すしいですね。ああ、そうですよね。そうなんですよね。だからそこも、やっぱりこう、まあ、葬儀の担当者の方と、僕たち作り手が、密な関係じゃないとなかなかできないことなんですけど、そうですね。やってるとこもありますよね。うちもできる限りはやるようにはしてるかな、やっぱり。特に色合いはね。ちょっと意識してるかな。あ、つむぎさん、また間違えました。首入れてしまいました。全然気にしないでください。よくあります。打ち間違え。これは首っていう字が入らなくてよかったってことですね。ってことですね。パソコン、いや、俺苦手だから、やっぱ間違うよ。そっかそっか、パソコンなんですね。あ、携帯か。あ、パソコンだね。パソコンだよね。多分ね、こういう打ち間違いってね。わ かんないです。どうなんだろう。僕あんまりタイピングしないんで。あ、本当。あんまりしないです。結構俺はするね、間違い。そうなんですね。いや、僕タイピング自体はあんまり、なんですか、携帯の文字打ちとか、パソコンの文字入力とか自体をしないから、やらないから見つらないだけなんですけど、すぐ電話しちゃうんですよね。ああ、まあ、電話の方が早い。昭和世代の、ダメな。今の若い子ってすごく、電話嫌いみたいなんで、本当。あ、確かに若い人と電話しないかも。そうらしいんですよね。もう、なんだったらもう、
電話番号知らないとかあるみたいなんで、うん、はい。あ、電話番号知らないね。そう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 。はい、俺らのだったら、ね、なんか考えられないよね。そうですね。LINE で完結して、まあ、もうどうしても話さないといけないときは、前もってアポ取って、その通話の予約みたいなのをして、で、初めて通話するみたいな、なんかそんな風潮が結構若い人は強いみたいな話聞いて、もう信じらんねえと 思いましたけど、なんか、まあ、今はそんな感じなんですよね。まあ、すぐ電話してたらもうおじさんっていうふうに言われる時代。ああ、はいはい。らしいですよね。確かに。まあ、おじさんだからいいんだけど。あ、そうですね。はい。いいんですけど。だからいいんだよ。はい。つむぎさん、携帯だってことでしたね。はい。あ、携帯なんですね。はい。で、ちょっと、マリア G さんは、ちょっと、フィンランド語なんですかね。フィンランドはフィンランド語なんですかね。フィンランド語ですね。あ、そうなんですか。間違った。ごめん、間違った。俺が間違った。今ね、翻訳をしてた、ちょうど。ああ、そうなんですか。あ。これは、ハートを作れますかって質問で。ああ、はい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 。作れますよと。はい。はい。またメッセージ入ったか？入ってない？あ、入ってます。入ってます。そうそうそう。それでまあ、話元に戻すけど。はいはい。まあ、何が足りないのかな、生活裁断業界ね。これから伸びる可能性が少ない。このまま同じことやってても。はい、はい。まあ、経営的にね、良くはならないような環境で。まあ、言ってみれば、もう、ね、同じような業種の花屋さんが多くなりすぎて、もう、レッドオーシャンだよね。そうですね。はい。言ってみればね。はい、はい、はい。やっぱり、こうブルーオーシャンをね、対抗するところが少ない環境のビジネスモデルを作っていかなきゃダメじゃないのかなとは思ってるんだよね。そうですね。うん。まあ、それをね、考えて、まあ今、講師業をね、はいはいはい、やるようにっていうか、やりますっていうことをアピールはしてるんだけどね。うん、そうですね。そうですね。うん。生活裁断業界の中で、まあ、講師をやってますっていうふうに堂々と歌ってるところってあんまり多くないもんね。はい、はい、はい。それこそ結構大手。うん、うん、うん。ところなのかな。で、やっぱり知名度もあって、っていうところがやっぱ多いんじゃないですかね。うん、そうだね。はい、はい。そこをね、まあ、やっていきたいかなと思うよね。そうですね。そういうね、こう、生活裁断をただ施工するっていうだけじゃなくてね。はい、はい、はい。やっぱその新しいビジネスモデルを作るっていうことには結構、まあ、形になってるかは別として。はい、はい、はい。作っていこうっていうのはもう、何年かな、5、6年前からもう考えてた。はい、はい、はい。素晴らしいですね。新しいフィールドを作んなきゃダメだろうっていうね、もう限界だろうっていうのが。はい、はい、はい。そうだね。感じてるよね。だから、まあ多分みんな、こう、情熱持ってやってたんだと思うんだよね、みんな。そうですね。最初は。最初は。最初は。うん、で、まあ3、まあ20代はそれで頑張れるんだけど、30代も頑張ろうと思えば頑張れるんだけど、はい、はい、はい。まあ、40代入るとね、やっぱり年取ると気持ち的にもちょっと守りに入っちゃったりして。ね。で、一生懸命ずっとやってきたのが報われなかったって思ってる人もいると思うんだよね。はい、結構ね。そうですね。そうなのかもしれないですね。はい。そうそうそう、そう。だからまあ、まあ、俺もね、まあちょっとくじけそうになる時ももちろんあるんだけど、まあなんか、そういうね、ちょっと熱い思い持ってた人、一生懸命やってきた人が、なんかちょっとなんか報われるような、そういうビジネスモデルは作っていきたいよね。そうです。はい。てか、多分、太田さんと僕で一番共感してるところってそこなんですよね。ああ、そう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 。業界の海を出して、うん。なんか、いいものになんか作り変えていこうみたいな。うん。なんかすごく代謝が少ない業界なのかなって思うんですよね。
そうだね。はい。なんかこう、形式とかしきたりみたいなのにものすごくとらわれてて、うん。もういい、いい意味でもなくて、まあ悪い意味で、その硬い業界なのかなって感じているんで、うん、うん。そこはすごく共感して、まあまあ、もうその、ポッシブルに入ったのが、まずそういう意識があったからなんで、うん、僕が入ったのがですね。そうだね。はい。そこはすごく、はい、共感できたんで。まあ、ポッシブル可能性の会を作ったっていうのもそこなんだよね。はいはいはい。まあ要はね、小地域でのビジネスだから、花屋って基本的には、はいはい。そうですね。小さい世界にしかいない人が多いんだよ。うん、そうですね。うん、だから他県のこととか関係ありませんみたいな。はいはいはい、はい。感覚で毎日仕事をしてる人が多くて。だから、実は自分が優れてる部分っていうのがあるのに、ね、そのまあ個人だったり会社だったりね。はいはいはい、はい。全国レベルで見たときに、本当は優れてるのに、そこに気づいてない人も多いんだよね。うん。例えば技術力が高いだとか。はいはいはい。ね、でもね、近くのライバル会社がもっと上手い人がいたら。はいはいはい。全国的に自分の実力は大したことないと思っちゃってる人とか多いよね。いや、そうですね。はい、そうですね。そんなことないんだよね。そんなことなかったりもしますね。はい。そうそうそう。あと、例えば営業力がすごい会社っていうのもあって、はね。はい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 。うん、だけどやっぱもう地域で、地域の仕事っていうのは、もうある程度固定化されちゃうでしょ。はい。もうまさに。うん。固定化されたところを、いくら営業力あっても、やっぱなかなか入りづらいでしょ。うん。そうです。そうです。うん。だからでもその営業力を使って、何か違う営業をすれば、全然道は開かれると思うんだけどね。うん、うん。そうですね。はい。そうなんだよね。そういうやっぱ情報交換ね。まあ自分のストロングポイントもそうだし、ウィークポイントもそうだし。はい、はい。まあ知るためにはやっぱりね、会みたいな存在があって。そうですね。コミュニケーションを取っていくのがやっぱりいいのかなと思ってるんだけどね。うん。そう思います、僕も。はい。だいぶ、あれだよね。まあ田中さん自体変わったよね。僕、変わりました？やっぱその、なんか、こう、自分じゃ分かんないところ。いやー、そうだね。まあ、最初会った時は本当に、あ、すごい才能うまいなと思ったけども、うん、その衝撃はやっぱり大きかったけど、はいはいはい。まあ、ただうまいだけなのかなと思ってたよね、最初はね。はあ、はあはあ、だけどまあ、今はもう全然違うもんね。そうだね。どんな風に変わったんですかね。まあ、やっぱこう、ビジネスってものを考えてるよね。ああ、まあそこは、はい。ね、その、いやまあ将来性も含めてさ。うん、若い子たちが、うん。安心して参入できる業界でありたいって。うん、確かに確かに。はい。いう思いがすごくあって。なんか今、はい。きのこさん、999きのこさん、とても綺麗で癒されます。ありがとうございます。素晴らしい。はい。気に入ってくれてるんですね。ありがとうございます。1時間で作りました。そうなんですね。まあ確かにね、その、1時間でこれ、はい。1時間って早いね。早い。これ1時間で作ったってなったら、これは早いと思います、僕は。はい。あ、そうなんだ。さっきちらっとしゅんとさんとも話してたけど、前札幌にいた、札幌の時に勤めてた花のセリタの社長、はい、セリタ社長。はい。はいは多分これ、多分45分ぐらいで作るよね。すごいですよね。ああ全然俺、速さは全然叶わない。腕もいいし。見た目としてどうなのかっていう、うん。あ、全然いい。すごい綺麗。綺麗、綺麗なんですね。うん、すごいいいセンスだもん。セリタさんは。はいはいはい。素晴らしい。すごい、すごいと思うよ。本当に俺今まで見た中で一番速いんじゃないかな。本当に早い。くしくもやっぱり本当に急いでやらないといけない現場って残念ながらあるんで。あるよね。はい、ありますね。でも、あ、そうだね。どっちかって言ったら俺慣れてるかもしれないね。はい、はい、はい。急いで刺してもいないからね。あ、今日ですか？うん、急いで刺してもいないから。だってゴミ箱にゴミ入れてるもん。ああ、そっかそっか。うん。それも考えないでやるから。
本当に急いでるときはですね。まあ、5段階で5のスピードでやればそうだけど、まあ、今日のもでも3、4ぐらいじゃない。スピードではない。でも本当に急いで刺したら、うん。鼻刺してるだけなのに、もうぜいぜい言いません？ああ、言うね。いや、あれなんか本当、年をすごく感じるんですけど。なんで俺こんなんでぜいぜい言ってんだろうって。まだね、いい環境で刺してるから、刺してもらってるから、そんな疲れないけど、やっぱ大型サイダーとかで段の上り下りはきついよね。うん、そうですね。そうですね、すごいわかります。そう、さっきの話の続きね、若い人にね。はい、そうなんですよ。取ってね、未来のある業界にしたいよね。はい。そう、わかる。ちょうど、俺が蕎麦屋だった頃。はい。もう10年ちょっと前かな。はい。11年ぐらい前、蕎麦屋で2年働いてたんだけど。はい。で、ね、葬儀業界から離れて2年経って、で、また葬儀業界、花屋業界戻ったんだけど、はい。2年経ってても、何も変わってなかった。まあ、でしょうね。うん。それが、はい、だと思う。まあ、その時札幌なんだけど、はい。周りの刺してる人も全く変わってない。ただ年取った。ああ。じゃあ、新しい人が来てないっていうことなんですかね。2年経って。そう。なお。まあ、もちろん、もう10年前ぐらいからもう、家族葬、がね、増え始めてきてる時だから。うん、そうですね。まあ、言ってみれば、本当は大きい祭壇をさせる人でも、はい。葬儀が縮小しちゃったもんだから、小さい祭壇を足しちゃったんだよね。もうそれしか仕事がないからですね。そう。うん、だから、はい、若手にチャンスが回らなくなっちゃった。きっと。はい。うん、だからね、若手は、ね、そんな祭壇を足したいと思って入ってきてても、させないから、はい、やめちゃうみたいな。うん、そうですね。うん、だって正直、まあ、配達ばっかりやってても認められるわけはないよね、会社。はい。うん。まあ、そういう環境が多分続いてて、うん、若手が本当にいなくなっちゃったなっていう。伸びる人がね。そうですね。まあ、それは本当に痛感して、その時ね。はい。本当はやっぱり、はい。まあ、このままの業界じゃまずいなっていうのを感じたよ。そうですね。で、それって、なんかこう逆に言うと、上の方の人たちが、現場を離れて次にやる仕事を見つけられてないっていうのも一つ。そう。その通りだね。はい、要因としてはありますよね。うん。まあ、言ってみれば、技術って、はい。やっぱり本当、究極うまくなれる人と、究極までうまくなれない人って絶対いると思うんだよね。それは、はい。先天的に、なんですかね、潜在能力をちゃんと持ってるのか持ってないのかみたいな。で、俺はどっちかっていうともう慣れないっていうのを分かってるから。そうですか、綺麗ですよ。うん。そう。究極、もう全部自分でデザインして、誰もが作ったことないようなものを、人が感動するレベルで作れるか、それをこう毎回できるか、毎回って言ってもまあそんな頻度じゃなくてもね。はい。普通にスタンダードでできるかって言ったらもうその自信は全くないよ。僕もないですね、そこは。うん。だからそう考えると、やっぱりこう技術、追求っていうのはまあ上手になることを諦めたわけではないんだけど。はい。自分にしかできない道って何だろうなっていうのは考えるよね。はい。うん、そう。で、まあ、営業職もやったことあるから、はい、まあ人付き合いもそんな嫌いじゃないし、はい。まあそれも含めてやっぱりこう、どっちかっていうとやっぱ営業かなと思ってるね、俺はね。はい。うん、実はね。で、まあ、はい。ね、最近こう SNS が流行ってるから、はい。まあ SNS と営業を、まあうまく組み合わせたら、まあどうなのかなっていう、まあそれが今となっては武器になってるよね。はい。うん、そこなのかなと思うんですね。そうですね。むしろその、SNS、はい。ごめん。私もこんな綺麗な花に囲まれて、行く日が来たらちゃうんです。つむぎさん、まだ考えるの早いです。はい。まだ早いです。思います。はい。
もし、そういう機会というか、そういう時が来たら、まあ、僕が作れるんだったら、精一杯作ります。はい。まだちょっと早いですかね。まだちょっと早いと思うね。はい。はい、まだ、はい、頑張りましょう。そうですね。2年6ヶ月前にお子さんが亡くなったっていうんだったら、まだそんなに、年いってないはずなんで。うん。はい、まあでもね、本当、どうなんだろうね、病気だったのかな。あ、そうか、あ、2歳6ヶ月。あ、2歳6ヶ月あ、ではないんですね。あ、息子さんが何歳だったのかちょっとわからないってことか。あ、なんだ。そっかそっか。え、うん、そうそう、そうそうそう、技術ね。はい。その、技術って、まあやっぱりこう、どうしても必要だと思うんだよね。最低限度、うん、花屋で働くからなんで。そうですね。はい。最低限度、及第点のものを作れないと。そう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 。いけないのはありますね。うん。でも、まあ、これからは多分その技術を、は基本ベースで持ってなきゃならないことだよね。要は、当たり前にできないといけないということですよね、うん。はいはいはい。そう思います。うん。で、さらにそこから何ができるかが、多分30代40代の人には必要になってくる、この業界では。要はプラスアルファのストロングポイントが、うん、そう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 、だからある程度上手に作れるっていうのは、そこはもうベーススタンダードであって、うん、それプラスアルファの自分をセールスできるポイントが何か必要だってことですよね。うん、そう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 、うんうんうん、そうそうです、なんかそう思います。はい、ね、まあ、その追求できる人は追求していいと思うんだよね、もちろん。はい、はい、はい。うん。ね。だけど、そうじゃない人は、さらになんかワンステップ、まあ違う道っていうかね。うん。を勉強した方がいいのか。まあね、田中さんも今ね、違うこと勉強してるしね。全く関係ないこと勉強してます。まあそれがね、多分ね、全く違うことをやるから、今やってることとこう繋がった時にすごい力発揮するんだよ。うんうんうん。まあそう思ってやれて、まあまあ、やっていければいいなと思うんですけど。うん。あ、つむぎさんの息子さん、難病で18歳でした。18歳だったんですね。うわ、それは辛いですね。辛いですね。あー、いやー、そうなんだよね。そういうことあるんだよね。本当に難しいんだよね。世の中ってね。もう子供がいる身としては、やっぱり。ああ、そうだよね。すごくわかりますね。はい。ああ、ね、まあ、本当ね、まあ本当に順番だけは、本当になんか守って、ね。そうです。順番だけは守ってほしいなと思います。はい。思うよね、本当ね。はい。はい、ああ、そう。なるほどね。まあ、やっぱそういう人もいるからね、なおさらやっぱりこう、はいはい、作るときは真剣にいいものを。そうですよ。はい。やっぱり失礼があっちゃいけないなってずっと思ってやってるんで。で、結構ね、その、心に礼を持たずに仕事してる人ってやっぱり結構いるじゃないですか。いるね。ちょっと、それはどうなのかなって。だからその、スキルっていうものも一つの礼だと思うんですよね。まあそうだね。心持ちはもちろんそうなんですけど、うん。やたらめったらなものを作って、うん。あればいい。同じ本数の花が刺さってるんだからいいんでしょっていうことではやっぱりないと思うんで、うん。やっぱその最低限度のスキルも一つの例だと、尽くせる例だと思うんで、うん。そこはやっぱ必要になってくるのかなっていうふうには感じますね。なんかこう、あれだよね、その、技術的に頭打ちになってしまった人とか、はい。なんかちょっと一緒に何かやりたいよね。そうですね。そうですね。で、声かけてくれればね。はい、はい、はい。だから本当、多分ね、40代の人多いと思うな、花屋で。ある程度仕事ももう慣れてね。はい、はい、はい。ある程度そこそこのことはできるけど。はい、はい、はい。これからね、さらにこう、キャリアアップするってなると、もう、その、勤めてる花屋さんに、それ以上の仕事がないんだよね。きっと。そうですね。はい。うん。ね、来た仕事をただ作る。従業員は来た仕事をただ作るっていうので、はいはい、終わりっていう花屋さんが結構多くて。うん。営業はね、社長だけしかやってないとか。はい、はい、はい。
ね、販売促進やってませんとか。やってないところ多いと思います。多いよね。まあ、生活排水業界で言えば、やっぱホームページ持ってないとこも多いもんね。多いですね。多いですね。うちもないですね。はい。だからそこも含めてやっぱり、葬儀社の人たちにかなり頼りっぱなしなんだよね、俺ら。はい、はい、はい、そうですね。ああ、ほんとね。おかげで営業スキルがどんどん衰退してるんじゃないですか？そうそう。葬儀社の人たちが営業頑張るから。そう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 、そう。はい。だからたまにさ、葬儀の担当者の人とか、はい。花屋の人で、あいつすごい、まあ、嫌ってるというか、はい、はい、はい。人っているよね。その気持ちって俺すごいわかるんだよね。葬儀社の方が花屋のなんか特定の人物を嫌いみたいな。ああ、そう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 。ああ、あります、あります、ありますよ。はい、あるよね。あるよね。はい、やっぱ、こう、葬儀の営業やってる人って、やっぱりね、なかなか難しい営業でしょ？葬儀の仕事、はいはいね。単価が高いからですね。そうそうそう。単価も高いし、はい、まあ、お悔やみの席の話を。うんうんうん。そうですね。やっぱりね、なかなかこう、営業で取るっていうのは、まあ、はいやりづらいよね。はい、やりづらいと思います。うん。だから普通のね、仕事よりもやっぱ神経使ってるのに、はい、はい、はい。花屋さんがいくら技術あっても、はい。その辺の神経がね、全然使われてない花屋さんだったら、多分腹立つの分かるよ。いや、いや、そうです。いや、嫌でしょうね。はい。いや、それはすごい気持ち分かるよね。はい、はい、はい。結構見るよね。はい、見ます。そういう、うん。そうそうそう。だからそれだけやっぱ葬儀の仕事取るって、はい。難しいからね。そうですね。だって俺もだって今まで紹介したんだって多分10件もないような気するもんね。葬儀紹介したことが。ああ。そうだね。知り合いには言ってはいるけどね。はいはいはい、はい。なんかあったら言ってくれたらちゃんと紹介できるからねっていう。はいはいはい、はい。それでもやっぱ10回もないもんね。10回もないぐらいあることがすごいですけどね。僕は1回もないですけど。まあまあまあ、それが普通だけどね。いや、まあ本当にちょっと作る方ばっかりに没頭してたんで。まあ田中さんはでも究極を目指した方がいいような気がする。そんなに上手だと思ってないですよ。僕はその自分のことを、なんですかね。なんかこう、日本で一番だとか、九州で一番だとか、もうその一番っていうのを目指せる、その潜在能力持ってるって自分で思ってないんですよね。あ、そう？はい。ただ、その、刺すっていうところ以外の武器もやっぱり伸ばして、その人間として、ああ、まあね、うん。はい。あ、あの人ってすごい面白いなとか、楽しいなとか、こう思ってもらえる人間でありたいなっていうふうに思ってるんで、うん。まあ、プラスアルファ、ちょっとだけ上手だったらいいのかな、ぐらいの感じなんですよね。はい。まあ、とにかく、ね、はい。なんか一緒に仕事してて、あの人と仕事するのすごく楽しいって思ってもらえるようになりたいなって僕は思ってるんですよね。まあそれ嬉しいよね。一番いいよね。はい、そう言ってもらえたらすごく嬉しいですよね。よく見てたのがやっぱ譲らない先輩が多いから多かったから。俺のいた環境が悪いかもしれない。譲聞かないですよね。譲聞かないというかこう、なんていうのか、やっぱ聖火祭壇を刺して、俺がさせるから俺が偉いんだっていう感じの先輩が多かった。あ、います、います。はい。だから後輩がね、ある程度伸びてきてても、はい。行かせないというか。そうですね。なんかいいところは自分が行くみたいな。そうですね。まあそういうなんか大工さんの棟梁みたいな気質の人。いますね。そういうのがやっぱり良くない。まあ職人かたぎのね、世界だから。はい、はい。しょうがないっちゃしょうがないんだけど。そうですね。だからまあ僕らみたいなタイプの方がむしろ少数派なのかもしれない。ああ、かもね。はい。かもね。なので、逆に教えてたら勉強になるからね。あ、本当そうですよ。はい。ね、この間もここまで来てくれた、むつ市の新進堂さん。はい。はい。青果部の二人もね、20代前半だけど。はい、教えてて、俺が勉強になる。すごい。僕もそれ見てて、すごい勉強になるなと思ってました。本当。はい。すごい勉強になるなって思ってましたね。こう、人間的にね。まあ、でも実際なんか、俺、あんまり指導してないんだよ。結構ね、一言二言で。そう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 。
短く言うようなスタイルなんで。そうだね。でもうまかったよね。あ、上手でした。いや、てか、あ、なんかそんな経験ないんでしょ？ない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 。1ヶ月？差し始めて1ヶ月。いや、もう絶対裏でこっそりやってんじゃんって思いましたけど、わかんないですけど、わかんないですけど、こんなにやられちゃって。たとえ練習してても1ヶ月じゃあそこまでいかない。うんうん、なんか、なんかズルしてんだろうぐらい。ほとんど俺手加えてないからね、あれね。はい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 。俺はでもやっぱ、ああいう若い人が伸びてくるのを見ると、まあすごい嬉しいよね。そうですね。ね、将来性がね。はい。技術者に僕はまだ寄ってるんで、ああ、怖い、怖いですよね。怖い。うわーって思います。やっぱ若い人怖いなーって思っちゃいますね。勢いがね、はい。うんうん、すごいなって。やっぱね。はい。マリアさん。はい。マリアさんから、訳さないとわからない。マリアさんもすごいね。花を扱うために日本に来ます。ん？どういうことなの？ん？ん？花を扱うために日本に来ます。日本に来られるんですか？行きたいとは言ってたんだよね。フィンランドから。フィンランドからですか？うん、フィンランドから。すごい。すごい熱意。すごい。すごい熱意ですね。はい、すごい。今多分一番やりとりしてるのは、あの、このマリアさんですね、僕。へぇー。そうなんですね。はい。もう、メールのやりとりもしてますからね。毎日やりとりしてます。ああ、すごい、すごい。すごいですね。そうそう、すごい。はい、それもね、僕の中で、まあ、聖火祭壇の技術っていうのが、あの、日本が発祥の技術なんだよね。だから、これを世界に広めたいっていうのが、俺の夢の中にあって。そう。だから海外の人が好きかって言われたら、ちょっとやっぱ怖いなと思うんだけど、そうだね。あの、そういうのも考えると、海外の人ともコミュニケーション取んなきゃダメだなと思って、あの、しっかり翻訳して、あっちの、そっちの言葉で、返信するようにはしてる。岡さんが落ちてしまいました。はい、多分接続が悪いのかな。一人ぼっちになっちゃいました。あ、つむぎさん。これからも応援しています。祭壇のお花で人に喜ばれる、感謝される仕事を頑張ってもらえることを祈ってます。今日はありがとうございました。また参加してください。はい、つむぎさん、ありがとうございます。ありがとうございます。これからも頑張りますんで、ぜひ見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません。落ちちゃいました。そうだね。ここにあるんですね。ね、その海外にね、聖火祭壇の技術を広めたいっていうのも、まあ今、前も話したけど、アジアではね、だいぶ広がってきてたけどね、はい、俺が知ってる中でも、中国、韓国、台湾、ベトナム、うん。はい、はい。あたりではもう結構聖火祭壇っていうのが、うん。まあ、どこまで流行ってるのかちょっとわからないけど、まあ、一生懸命作ってる人たちはね、まあ、今の時点で、まあ、各国に、その、今言った国の人たちとはコミュニケーションは取ってるんだけどね。はい、はい、はい。うん。
あ、つむぎさん、ありがとうございます。ありがそう、とうござい海ま外行す。きたいね。海外行きたいですね。うん、あと、大会をやりたいよね。そうですね、そうですね。技術の大会をやりたい。まあ、それは日本国内だけでもいいんだけど、ね、国内大会とか世界大会とか、なんかこう、ね、技術の進歩っていうことを考えるんであれば、そうですね。まあ、俺、そこまでのレベルの仕事だとは思うんだよね。技術だとは思うんだよね、この聖火祭だって。なかなかやっぱりね、1年2年でできるようになるもんじゃないからね。そうですね。そうですね。うん、ね、ただ物を刺すって、物をこう造形するだけじゃなくてね、一つ一つ花の質とかもね、そうですね。あ、花も知らなきゃなんないし、扱い方も知らなきゃなんないし、ね、構造的なものも知らなきゃなんないし、あ、すごいなんかいろんなスキル使う仕事だよね。実はね、すごく奥が深いのかもしれないですね。まあ、それこそデザインもね、そう俺ではす苦ね。手だけど、田中さんはね、よくデザイン書くけど。よく書いて、くしゃくしゃってしてますけど。なんかこう、ただね、ただの葬儀の時にあるものっていうふうに解釈されると、ちょっと、ちょっともっなんたいないのか、かなっていもっう。たいないだよね、ほんとね。うん、そうそれではす思うんね。だよね。やっぱ、そう。俺結構海外の人とコミュニケーション取るから、海外の人を見てることが結構多いんだけど、YouTube も。やっぱこの菊をね、並べてこうデザインするっていうのが海外ではないんだよね。まあ、ないですよね。そうだね。ブライダルとか、結構こう、でっかい造形とか作るのは海外にもあるんだよね。それはよく見るんだけど、この菊でね、ものを作るというか、線を引くっていうかね。やっぱそそういうのもの自並べる体っがていうない。ところが日本人らしいですよね。並べるっていう感覚がなんかそう日だ本人ね。臭いなって日思本いま人しだた。よね。日本人が得意なのが分かるよね。そうですね。なんか、こう、ね。同じくこう、聖火祭壇業界で、まあ、このままじゃまずいなって、もし思ってる人がいれば、ね、ぜひ僕たちの方に連絡いただけると、ね、一緒になんか新しいことを考えていけると思うそうですね。ので。ね、まあ YouTube の世界ではまだ俺と田中さんぐらいなもんだもんね。まあ他にもね、いらっしゃると思うんですけど、だでも、からね。本当、片手で足りるぐらいの方しか多分、YouTube で発信してらっしゃる方は、花に関しては、その聖火祭壇に関してはですね、いないのかなって思うんで。本当になんかこう、いや、僕、あんまり上手くないからとか、そんなの全然関係ないんで、仲間になるのにそんなことは関係ないんで、関係ないですね。気持ちさえ合ってくれれば、まあ、もっと業界を良くしたいとか、まあ、あと自分の欲でもいいし、ね、もっといい環境で働きたいだとか、もっと給料を上げたいだとか、ね、そういったことも、ね、例えば、会社変えれば結構簡単に給料上がったりするところもあるんだよね。まあね、仲間の中でね、労働環境悪い人もいてね、ね、今ちょっとどうなってるかわかんないけど、多分前よりは良くなったんだとは思うんだよね。そうですね。多分良くなったんじゃないのかな。前よりは。だからこう、なんていうのかな、当たり前だと思わないで、言ってくれた方がいいかな。そうですね。まあ結構その、行動のハードルってすごい高いと思うんですけど。まあね、そう、一声かけてくれれば、結構、あんまりね、編集しないとかっていうのはないかな。気づかないことはたまにあるかもしれないけど、必ず返信はするようにしてるし、逆にこう、みんな、花屋さんで聖火祭壇させてる人たちで、将来不安じゃないのかなって逆に思うよね。俺はめちゃくちゃ不安だよ。不安です。不安だよね。不安ですよ。ね。ご飯本が食べれるのかなっていう不安が。当そう。ねえ。だって言ってみれば、ね、年取れば取るだけやっぱり給料ってやっぱり
給料っていうか収入が必要になるからね。はいはいはい。結婚してとか子供できてとかなると。うんうんうん。そうですね。うん。だから、やっぱりこう、ね、そういう、ね、なんていうのかな。やっぱ、まあ、生活もやっぱ大事だから。はいはいはい。ある程度のね、環境で働き続けれる、うん、仕組みをね、作っていかないといけないような気がするんだよね。そうですね。俺の知ってる人はやっぱり離婚してる人も多いかもね。気をつけます。はい。うん、やっぱでも大変だと思うよ。あの話聞いたらやっぱり給料めちゃめちゃもらってるっていう人、あんまり聞いたことないかな。はい、はい、はい。うん。だからやっぱりこう、新しいね、ビジネスモデル作っていかないと。はい、はい、はい。うん、まあ本当に30代はまだなんとかなるけど、40代入っちゃうと、ちょっと厳しい業界なのかなと思う。うん、うん、そうですね。現場をやっぱ離れられないところが大きくて、多分。まあ、いや、太田さん40代ですけどね。俺40代だね。太田さんの、あの、バイタリティでやれてる人って多分、そうそういないんで。ああ、まあ、なんていうのかな。まあ、逆だよね。あの、そうし、業界で、こう、新しいことをやろうと思ったから業界に戻ってきただけで。うん、はい、はい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 。新しいことをやる気がないんだったら、俺業界に戻ってきてないから。すごい。そのバイタリティがやっぱ素晴らしい。はい。もうだって、あの、もう2回辞めてて、2回業界辞めてて、はい、3回目戻るとなると、やっぱそれなりの理由がやっぱ必要だよね。男にとって。そうですね。うん。やっぱりもうそこまで、うん、熱意持ってやる目標がないと。はい、はい、はい。うん、やっぱ、続けられないよね。そうですね。だまあ、まあ俺の話すれば、まあそもそも、結婚するために花屋業界辞めてるし。ああ、そうだったんですか？そうそうそう。やっぱ生活安定、生活安定したいというか、給料はそこそこだったけど。はいはいはい、はい。やっぱ休みとか安定しない。休みがね。うん、そうなんですよ。不安定でね。そう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 、そう。そうなの。はい。自分の話をしちゃうとね。それほどやっぱりこう、大変な業界っていうかね。はいはいはい。まあ、俺が偶然ただそういう会社にいたっていうわけじゃないと思うんだよね。はいはいはい、はい。いや、あのね、いっぱいあるんですよ。だから、うん、多分確率論で言っても、そういう会社に入っちゃう確率って多分低くなくて、めちゃくちゃ低くはなくて、うん。うん。はい。なんか多分同じような境遇の人っていうのは多分おそらくいて、うん。ってなったらやっぱり業界変えるしかないよねっていう。そう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 。だから、こう、才能ある人が結構辞めてるケース多いよね。ああ、そうですね。そうですね。うん、ね。ロズだったのにみたいな人、はい、結構辞めちゃってますね。あと、言い方いいか悪いか分かんないけど、賢い人辞めちゃってる。それすごく言い方悪いかもしれない。なんか言ってみれば、まあ、最初勤めた花屋でもいたんだけど、うん、まあ、すごい背が高くて、イケメンで、はいはい。かっこいいお兄ちゃんが、お兄ちゃんとも俺より上だったんだけど。はい、はい、はい。やっぱ結婚するために、あの、公務員の勉強してて。ああ、はい、はい、はい。で、それ受かってやっぱり花屋辞めたもんね。はい、はい、はい、はい。ああ、この人やっぱ賢いなと思ったね。だ仕事がやっぱできるんだよね、そういう。はい、はい、はい。だ人当たりもいいし。うん、うん、うん。頭いいんでしょうね。そうそうそう、そう。地頭がすごい良かったんでしょうね。うん。でもやっぱりこの仕事を続けてったらって考えると、うん、やっぱり公務員の勉強して、ね、公務員になった方がと思ったんだろうね。はいはいはい。あ、すごいなと思ったよね。はいはい、俺はもう仕事をやるだけでもくったくたで。はいはいはい。勉強なんて全然そんなできなかったけどね。はいはい、はい。うん、だから賢いんだよ、やっぱりね、うん、そういう人はね、うん。うん、だからまあそういうね、あの他の業界に負けないぐらい、いい業界にしたいんだよね、俺はね。そうですね。なんかこう、ズバリ、なんかその、太田さんの見解をお伺いしたいんですけど。うん。こう、僕らレベルで、うん。どう変わっていくべきかっていう話と、うん。だ僕たち、こう、二人とも、社員っていう立場じゃないですか。うん。なんかこう、社員として、
僕たちがどういうふうに変わっていく必要があるのかっていうのと、あとはその、あの法人単位、会社単位で、どういうことをしていったらいいと思うみたいな、そういうビジョンとかはあったりするんですか？まあ、その、まあ、会社によっちゃうっていうのが一番かな。会社によっちゃう。ああ、その会社によってやっぱ違うよねってことですかね。そう。会社の方針によって、はいはいはい。やっぱり違うし、やっぱ大手のね、花屋さん、政府財団業界の花屋さんはやっぱ営業部であるし、はい、当たり前に。はい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 。で、販売促進だってやってるとこなんてあるからね。はい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 。やっぱりこう、そういうところに入れば、当たり前にそういうスキルって身についていくし、はいはい、そういう仕事があることもわかるでしょ。はいはい、そうですね。だからその会社によってしまうんだけれども、やっぱ会社とは違う、こう自分が正しいと思うことを、やった方がいいとは思うよね。それは会社内でやれっていうことじゃなくて。はい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 。会社外でやれっていう話。まあ、花屋のあるあるだけど、暇な時にね、携帯でゲームやってるとか。そうですね。はい。そう。あれ、俺、正直ダメだと思うよね。ダメですよ。ダメです。はい。その時間があるんだったら、本当なんかこう、ね、こう、仕事に対しての何かをやった方が絶対いいと思うから。そうですね。で、まあ、気持ちはわかるんだよ。はい、ね、先週ずっと忙しかったから、はい、はい、はい。暇だからちょっと休みたいっていう気持ちは分からなくもないよね。そうですね。それは俺も思う。思う。うん、うん。すごい思うけども、そこをやっぱり、ちょっと一歩、今までやったことのないことだったり、新しいことへのチャレンジだったり、一歩踏み出して、やることが大事なのかなっていう。まあ、言ってみれば、余計なことをやった方がいい。やりたいこと。はい、はい、はい。会社から言われたことだけをやってる人は、花屋業界では多分伸びないっていうか、まあ、特別な存在にはならない。どの業界でもそうでしょうね。あ、まあね、まあ、それは、うん、どの業界でもそうかもしれない。はい、はい。それは言えるかな。結構厳しい話になっちゃいましたね。まあ、例えばね、同じ社員同士で仲良くなりすぎて慣れ合っちゃうと、はいはい、はい。先輩が休んでるから俺も休むみたいな感じなんだよ、きっと。そうですね、そうですよね。わかるんだよね。うん、うん、うん。誰かが一服するから、じゃあ俺も一緒に一服するっていう、まあわかるんだよね。はい、はい、はい。まあ協調性って言えば協調性だから、はい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 。まあ、いいことなのかもしれないけども、でもやっぱりこうみんなと同じことやってたら、みんなと同じでしかないから。うん、そうですね。そうだね。なんか特別なんかやりたいって思ってるんだったら、そこはちょっと我慢して、まあ自分が一歩踏み出すことをやった方が。はい、はい、はい。そうだね。まあ言ってみれば、本当余計なことだよね。余計なことやった方がいいと。やりたいんだったら。そうだね。ありがとうございます。まあ、はい、ありがとうございます。そうですね。だって俺余計なことの、あれだもんね。集合体みたいなもんです。そうですか。僕はすごく有意義だと思ってましたけど。ね、だって、SNS だって、はい、きっかけになったのは食べログだから。へ、は、ぇ、いはい、それこそ蕎麦屋の。はい、はい。そば屋の時に、どうやったら集客できるかなと思って、うんうん、やっぱ飲食だから、はいはいはい、でしかも蕎麦って単価安いでしょ。はいはいはい。営業ってできないのよ。単価安いと。はいはい、はい、はい。割に合わないから。そうですね、そうですね。そうそうそう。だから言ってみれば販売促進の中でも営業以外の、ね、ネット関係のことしかできなくて。しかも、はい、まあ一応雇われ店長だったから、はい、はい。簡単に経費が出るわけじゃないわけ。はい、はい、はい、はい。それでできる範囲で、販売促進やろうと思ったのがやっぱ食べログの強化っていうのがあって。はい、はい、はい、はい。そうそうそう。それを強化したら、まあ、少なからずね、客が増えたんだけど、そこが多分、始まりだったのかな。はい、はい、はい、はい。そうそうそう。だから、それもだって言われてやってるわけじゃないからさ。そうですね、そうですね。そう、そのオーナーからね、食べログやれって言われてやってるわけじゃないから。はい、はい、はい。言ってみれば余計なことでしょ。そうですね。はい。そうそうそう。その余計なことをやってたから、多分 SNS もやれてるんだと。はい、はい、はい。
そうだね。だ結構大事だと思うよ、その余計なことって。うんうん、そうかもしれないですね。うん、そうだね。うん、そうだね。食べログやって、駅店っていうサイトで、駅店ってサイト知ってる？知らないか、ね、はいはい、わかりますわかります。駅店も、花のセリタ時代に、駅店の強化をして。はいはいはい。やっぱ客増えたよね。ああ、そこはやっぱでも数字で出したのはやっぱりものすごい、もうそれ実績ですよね。うん、そうそうそう、そう、うん。やっぱ結果でないと意味ないと思ってるから。うん、うん、そうですね。うん、そうだね。うん、そういうことの繰り返しやってって、まあインスタ、まあフェイスブックか。最初フェイスブック始めてインスタ始めてか。はいはいはい。ツイッターやるならツイッターもやってみてみたいな。はい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 。うん、で YouTube に乗り出すのがちょっと遅かったけどね、俺ね。うん、でも、まあ、誰かにやれって言われたことは一つもない。そうでしょうね。うんうんうん。うん、そうだね。そう。だから、本当余計なことやった集合体で、僕らはね。そっか。うん。そして、まだ、道半ばってことですよね。あ、そう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 。うん、だやるなら、でかいことやりたいでしょ。はいはいはい。うん、誰もできないようなことやりたいから。まあ、もちろんそれができるかどうかなんてわかんないけど。それは、はい。うん、でもやっぱチャレンジしないとね、はい、できないからね、はい。うん、それはね、チャレンジし続けたいなと思うよね、何歳になっても、はい。うん、しかも自分のスキルがそんなに足りない、ね、あるわけじゃないっていうのは分かってるから、やっぱ仲間が欲しいよね。うんうんうん、そうですね、そうですね。うん、どういう部分でもいいし、まあ、例えば気持ちだけでもいいし、技術あるだけでもいいし、営業力あるでもいいし、ネット強いでもいいし。はいはい、YouTube の編集得意だっていう人でもいいし。はいはいはい、はい。なんでもいいんだよね。なんでもいいんだ。ね、はい。なんでもいいから、うん、まあ祭壇がそこそこさせるとか、それだけでも全然いいよね。はいはいはい、はい。本当そうです、ね。なんかちょっとやりたいとか、うんうん。やりたいと思ってるけども一人じゃできないとか、うん、そういう人がいたらもうぜひぜひ声かけてほしいよね。そうですね。うん。ね。いや、素晴らしいお話でした。ありがとうございます。いえいえいえ。なんかまあ、こういう話ってあんまりしないからね。そうですね。でもまあ、なんでね、まあ多分みんな思ってると思うけど、なんで太田さんって YouTube やってんのとか、田中さんって YouTube なんでやってんの、はい、多分みんな思ってると思うんだよね。そうですよね。ね、うん、うん。ね、でもなんか勘違いしてるんじゃないみたいな感じで思ってる人も多分いっぱいいると思う。うん、そうですね。はい。うん、何自分でうまいと思ってんのみたいな。全然思ってないです。そうですね。いや、僕も思ってない。ない、はい。上手になりたいと思ってやってるんで。なりたいと思ってるんですね、うんうん。本当にそうです。なぜかって言ったら誰もやってないからやってるだけです。はいはい、うん、本当になんかあいつらバカだけど楽しそうにやってんなって思ってもらえたらもう本当にそれでいいのかなっていう。楽しくやってるけどね。はい、そうですね。はい、でも、そうそう、なんか、そうやってなんかこう自分の、まあ、顔とか名前とか、まあ、その自分のスキルをさらしてまでこう なんでやるのかって言ったら、やっぱその、うん、僕が上手になりたいから始めたっていうのはもちろんあるんですけど、うん、その例えば大手で勤めてある社員さんが、これなんか僕いつも病院とかで例えるんですけど、うん、こう大きな総合病院があって、例えば自分が何かどっかが痛くなってその病院にかかった時にすげえやぶ医者に当たったとするじゃないですか、うん、でもその病院がやぶ医者の病院だっていうふうには言えないわけで、うん、もしかしたら他の科ではものすごいね、なんかゴッドハンドみたいな名医がいるかもしれないじゃないですか、うん、まあ、方やダメな医者もいたり、うん、なんかその大きい花屋さんってそういう感覚なのかなって思うんですよね。だから、そうだね。要はもうこれから、なんかそこに勤めてるからって言って、その自分の個人のブランドが確立できるのかって言ったら、うん、やっぱりそうじゃなくなってくる時代にどんどん入ってくると思うんですよね。ああ、そうだね。はいはいはい。だからこそ、その子としての能力をもっと磨きたいっていうことで始めたんですよね。うん、素晴らしい。俺ももう、そうだと思う。うん、まあ本当、令和はね、令和の時代は子の時代ってよく言うけど、うんうんうん、本当にそうだと思う、はい。ちょっと人より一歩進んで何かやるだけで、やっぱり普通の人とは違う結果が生まれるっていうか、そういう、なんていうの、ツールがいっぱいあるよね。まあ YouTube もそうだし、はいはい。
そうですね、SNS もそうだし、はい。ね、この間だって俺もラジオ出たしね、はい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 。ラジオなんて出たことないからね、今ね、ラジオも、ね、まあ、昔よりはハードル下がってるというか、ね、そういう環境もあるし、やろうと思えば、ね、主張しようと思えば、できるツールっていっぱいあるからね。そうですね。あとはね、覚悟だよね。そうですね。覚悟っていうか、なんかもう本当、やるかやらないかなんですよね。あ、ごめんね。ちょっと、ピノコさん、太田さん、田中さん、これからも YouTube 配信楽しみにしてます。ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。なんか、僕の嬉名しい前までです。挙げていただいて、はい、頑張ります。感謝感激です。ありでがともうございます。本当はあまりこういうの出たくないです。いや、太田さん、あれですよ。台本ない時の方がいいですね。台本ってあったっけ？ ほら、講習系動画のやつって、台本に沿ってやったりするじゃないですか。あれ、なんか結構、あれ、なんかすごく硬い人なのかなっていう印象なんですけど、やっぱこうやってなんかフリーでトークしてたら、すげえ、まあいい意味でギャップありますね。フリーまあなで方も、が全然いいですよね。基本的にはいつも笑ってるよねって言われるまあまあ、僕はいつも電話してるんでよく知ってるんですけど。フリートーク、得意じゃないけどね。まあまあでも、やっぱなんですか、思いっていうのが、ちゃんと根底にあるからこそ、それについて話せるっていうところはやっぱあるじゃないですか。そろそろね、みんなも、こいつなんでやってんのとか、何目指してんのとか、多分もうそろそろ思ってるかなと思って。いや、そうですね。少しでもそういう話した方がいいかなそうですね。と思って。謎多き人だったのかもしれない。もし多分言ってもわからないよなっていうのが、一番かな。か。頭いかれてる人でしょって思われるだけだし。それはでも否定はできないですよね。頭はいかれてるからね。いかれてますよね。まあ僕もちょっといかれてますけど。いかれてるよね。まあね。ポッシブル可能性の回を作った時点でいかれてるからね。何なのその回って感じだもん。まあでも、それでもね、助かったって言ってくれる人がいるから。やっぱりこう、俺の中のね、ビジネスって何って言ったら、やっぱ人に必要とされることがビジネスだと思うんだよね。仕で事もだそれと。本質ですよね。本質。花を売ることじゃないんだ。必要とされることだと思うんだよね。だからね、お客さんは花が欲しいと思って来るけども、でも本質はそうじゃないんだよね。そのそうです花ね。を誰かにあげて喜んでもらいたいっていうのが本質だったりするわけでしょ。その本質をちゃんと理解してるかどうかっていうのはすごい大事なことで。それをやっぱ、忘れちゃいけないかなと思うね。そうですね。いや、本質本当とにか。なんかこう、初心は忘れるべからずとはよく言ったもので、初心を忘れてる人ってめちゃめちゃ多いじゃないですか。そうだね。俺も忘れるときあるもんな、やっぱりな。だから多分やばいと思う。そういう僕らのためにやっぱああいう格言があるんですよ。忘れちゃいけないですよね。忘れちゃダメだよね。あとやっぱ感謝の気持ちね。そうですね。やっぱね。まあ、それこそね、40過ぎてまだこういう祭壇を刺させてもらえるっていうのでも本当に感謝だよね。そうですね。本当にね、別にやろうと思えば作れる人なんて他にもやっぱいるからさ。やらせてもらえるっていうことだけでも感謝で、本当に。そうですね。本当に感謝が大事なのかな。思いや、うなんね。で、本当にこの業界の人で見てる人がいたら、なんか本当、日々生かされているこの仕事に感謝して、お花をさしてほしいなって思いますし、なんか教えるとき、僕が本当に教えるときに、いつも一番最初に話すのってその部分なんですよね。技術じゃない。心持ちの話からだいたいするんですけど、で、僕がいつもどうやってるのかみたいな話とかもするんですけど、僕現場飾ったりするときに、まあ、何回か言ったことあるかもしれないですけど、
祭壇に向かって、合唱礼拝をするんですよね。それは、その、神様、仏様に向かって、なんか、ナム的な感じではないんですけど、それが、その、僕の中の一つのルーティーンなんですよ。うん、で、それは、感謝と先生なんですよね。うん、この仕事を、もらえたことを感謝っていうことと、あとは、その、プロとして、誠心誠意を持って、この現場をやりますっていう、自分の中の先生なんですよね。うん、それで自分のスイッチを入れるみたいな感じのルーティンなんですけど、うん、そういうものを持った方がいいんじゃないかみたいな話を一番最初はするんですよね。大事だね。大体意味わかんないみたいな感じで言われるんですけど、いや言いたいことはわかるけど、まあ本当に習いたいのはそこじゃないんだよなみたいな感じで言うんですけど、本当に大事なのってそこなんですよね。そうだね。なんかねよくわかんないんだけど、理屈じゃないんだけど、はいはい。この作った祭壇に魂がこもってるかどうかってなんとなく雰囲気で分かっちゃう時あるんだよね。それすごいな。それすごいですね。だから、すごい上手だからって言うと俺すごいとは思ってなくて。はい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 、はい。うん、なんかその熱意というか気持ちが入ってる祭壇ってやっぱり、うんうんうん。多少乱れてても。なんとなく分かります。はい。心打たれるというか。はい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 。うん、そうだね。それはあるかな。まあ、なんかそれなんとなくわかりますね。うん。だからそういう、ね、礼を尽くすってことは、はい。すごい大事なことだと思うよ。うん。もう僕は、もう一番大事だと思ってます。うん。だからたまに、やっぱりさ、まあ最近はそんなにないけど、結構忙しい時とかさ、はい、はい、はい。見たりすると、本当残業残業で寝てないとか、はい、はい、はい。まあ、そういう状態でね、夜中一人ででかい祭壇を刺してたりすると、本当に辛い時ってあったんだよ、ね。あります、あります。最近コロナでなくなりましたけどね、そういう日って。あ、そうそうそう。うん。うん、そういう時でやっぱりね、ちょっともう適当にやりたいなって思う気持ちはやっぱり芽生えるんだけど。うんうんうん、うん。でも、この亡くなった人にとっては、人生で一番最後のね、セレモニーなわけでしょ、はい。そうです、そうです。はい。やっぱりそこで、手を抜いちゃダメだっていうので、今までずっと頑張ってたから。はい、はい、はい。うん。そういう気持ちはでも絶対大事だと思うんだよ。大事ですよね。はい。大事だと思います。まあ正直本当くじけそうになるときってあるよね。ありますけどね。はい。あるよね。あります、あります。だから、まあその、田中さんもその儀式は大事だね。それは、はい。もう僕の中での一つのルーティーン、儀式としてやってますよ。うん。はい。スイッチを入れるって意味合いでもいいと思う。そうですね。はい。それは、自分の中のスイッチを入れるルーティーンなんですよね。うん、そこで、深呼吸して、合唱、礼拝して、始めるっていう。うん、ね。それは、その、所作は何でもいいと思うんですけど、うん。まあ、要はその、旗から見て、まずくないものって考えたときにそうなっただけなんですけど、なんか自分で作ろうっていつなんか思ったんですよね。ラグビーの昔の日本代表の五郎丸さんみたいな感じで、あ、はい、なんかあそういうものってあるんだなって、それにすごく感化されて、あ、うん、自分もプロなんだし、なんかこう、うん、そういうものを設けて、でやっぱ昔は緊張とかもしてたんで、うん、その緊張しないように、うん、そういうものを作ろうって、深呼吸して何かそういう所作を自分の中で作ろうって思った時に、やっぱりその葬儀場で失礼のないものってなったらそれしかなかったっていう。ああ、まあね。だけなんですけど。はい。いや、でも、うん、大事なことだと思う。いや、最終的にはやっぱね、気持ちってすごい大事だよね。はいはいはい、大事ですね。しないと体動かないからね。うんうん。本当にそうなんですよ。うん、それをやっぱり持ち続けなきゃダメだよね。はいはい。いつもやってるからとかね。そうですね、ま。慣れちゃいけないとこって、慣れなきゃならないとこももちろん仕事ではあるんだけど。はい、はい、はい。慣れちゃいけないところもあるからね。はい。もう、だからそれがまさにやっぱ初心忘れるべからずっていうことなんだろうなって思いますね。うん、はい。素晴らしい。いえいえ、そんな、僕なんか。なんかルーティン作るかな。いや、なんかいいですよ。なんか、すがすがしく始めることができますね。ああ。
なんか冷静にスタートできるんですよね。ああ、なるほどね。ものすごく立て込んでる日とか、やっぱりあったりするわけで、やばい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 って言って、なんかガッチャガチャのまんまスタートすると、ああそれが、あの、作ったものに現れるから、うん、それはちょっとなんか違うのかな。もちろんその急いでやらないといけないときは急いでやるんですけど、うん、それでも、あの、その中でのベストを尽くしますっていう、それは先生なんで。うん、だからその時に、ちょっと冷静になってやれるのかなって思います。やっぱあの、初心者の人とかよく煮詰まる人が多いんだけど、煮詰まったらまず俺休憩しろって言うもんね。タバコ吸いそうだったら急いでって言うもんね。はい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 。ちょっと違う気分で、もう一回自分が作ったものを見ると。違うんですよね。また違って見えるんだよね。うんうん。わかりますわかります。うん。だから、あの、まあ、その、それこそ講師っていう立場。はい。で、本当にこう、技術を教えるっていうのももちろん大事なんだけど。はいはい。そのね、まあ、心構えだったり、うんうん、そういう、まあ、精神的な部分のケアだったり。はいはい。まあ、そういうのも含めて講師だよね。そうです。そう思います。はい。うん。だからやっぱそのね、礼を尽くすのはすごいいい教えだと思うけどね。はい。あと、落ち着いてできるんで、あの、パフォーマンスも上がります。自分の。ああ、なるほどね。いい結果に結びつきやすいと思います。うん。はい、ああ、わかるわかる。はい。わ、うん、かるね。なので、ある経験がある。ぜひ、ね、そういうのないっていう人は、なんかこう、取り入れてみたら、ちょっと、変わってくるのか、それをちゃんと習慣としてやれるかどうかがやっぱ大事なところだと思うんですけど、うんうんうん、はい。そうだね。はい。でも大事だね。そう。まあ、そうだね。まあちょっと深い話になっちゃったけどね。そうですね。そうですね。はい。あと、一つ言えることは、まあ、生活財団業界に限らずなんだけど、はい。あの、会社から言われた通りにやってても、多分もう会社は従業員を守っていけない時代になってくると思うんだよね。ああ、なかなかそこも切り込んだ感じですね。まあ、はい、この業界に限らずね。はい。それは同じ意見です、僕も。うん。だから、はい、まあ副業やれっていうわけでもないんだけど、うんうんうん。なんかこう興味のあるものがあったら、やっぱ追求した方がいいよっていうふうには思う、ね。はい。そうですね。うん。やっぱ他の分野のことを学ぶと、視野がものすごく広がるんで。うん。それは感じましたね。自分がなんかちょっと他のことをかじってみて。うん。すごく。まあ、田中さんやっぱりね、勉強してるからやっぱ全然変わったよ。この辺は。本当ですか。うん。そうだね。あとやっぱ経営者の人と話してるとまた全然変わるでしょ？うんうんうん。そうですね。そうですね。はい。あの、まあ、全部がダメっていう話じゃないんだけど、はい、よく従業員同士で話することってあるでしょ。はい、はい、はい。こうだよねって、絶対こうだよねって、あれ、これは社長おかしいよねとかって話することって結構ある。はい、はい、はい。これ昔はそうやってやったんだけど、はい、はい。だけど、やっぱ経営視点で物を見ないと、会社って絶対成り立たないから。うんうん、そうですね。うん、だから経営者の考え方だとか、方針だとか、ね、まあそれも経営者によって全然違うんだけど、はい、はい、はい。それをちゃんと分かった上でのね、ね、数字っていうものもちゃんと分かった上での意見はもちろんいいと思うんだけど、はい、はい。分からないで従業員同士で、あの、ただこう、愚痴ってるような、あの、話の時間は本当に無駄だと思う。無駄ですね。大体、愚痴は何も生産できないんで。はい。そうそうそう。愚痴ちゃい、でも愚痴ちゃいますよね。気持ちいいんで。そう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 。ね、はい。で、愚痴って1回言うと10回言わなきゃなんないし、10回言ったら100回言わなきゃなんないんだよね。はい、はい、はい。だから愚痴は言わない方がいい。うん、そうですね。まあ言っちゃうことも、まあ僕自身多分あると思うんですけど。はい。そう。まあ俺もあるけどね。あるけどやっぱりできる限り言わない方がいい。うん、そう、そうですね。はい、そうですね。そう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 。ね、なんで、なんかこう、まあ、業界、まあ業界じゃなくてもいいんですけど、その、なんか新しいことをやりたいとか、一歩踏み出したいとか、そういう人がいれば、まあ僕ができる範囲でしか、まあ教えることもできないし、協力することもできないんですけど、ぜひ言ってくれれば、できる限り協力しますので。はい、そうですね。よろしくお願いします。はい。はい、よろしくお願いします。
なんかそうだね。俺こういう風に喋ったのって初めてだよ。きっとね。そのトークだけ、トークだけしてたのって初めてじゃないですか。多分、差しながら、そう、差しながらの話っていうのはちょっと何回かあったかなとは思うんですけど。そうだね。全面的に俺の人間性出るのは初めて。そうですね。そうですね。はい。確かに。俺、あと、年上とか年下とかも全く関係ないんで。あ、それはわかります。はい。田中さんにも、教えてもらってるし、ね、教えることもあるし。はい、はい。ね、しかも、教えてもらうのも花のことだけじゃないからね。教えてもらってるの。いろんな他のことも俺、田中さんに教えてもらってる。そうですか。そうですかね。教えてもらってる、もらってる。何ですか。もらってる、もらってる。そうそうそう。それは。そんな感じで、もう全然それも関係ないんで。うん。もう本当遠慮なく言ってください。そうですね。はい。僕も年下だからどうとか、年上だからどうっていうのはないですね。はい。ね。はい。それ、もったいないもんね。もったいないです。はい。面白い人だったらそういう付き合いするし。うん。でも本当にそれ、そういう物差しの、うん。なんか見方なんで、はい。ね、本当若くて、まだ生活最大業界入ったばっかりで、右も左もわかりませんって、でも情熱ありますっていう人でも、もう全然連絡くれれば。そうですよね。できるアドバイスはするし。はい、はい、はい。いや、まあ、余計なことは言わないし。そうそう。それこそなんか、誰かから言われたことあるんですけど、なんかその、うん、下手な人だから相手しないんでしょうみたいなこととか言われたことあって、逆になんかすごくショックで。そんなことないよね。田中さんも人間的にそんな感じはしないけどね。いや、そうです、そうです、そうなんですよ。別に、ちょっと、なんかこう、自分より、その祭壇のスキルが少し劣ってたら、その人から学ぶことは何もないのかって言ったら、絶対そんなことないですし。ないないない、うん。だからそういう人の見方はしないけどなって、思って、ちょっとショックだったんですけど。いや、だって、まあ、俺の数少ない弟子がいるんだけど、北秋田で。北秋田多いでしょ。いや、多くないよ。多くないよ。あ、弟子は少ないのか。まあでもその、なんだか、その業務の中で、こう、指導する立場にあったことっていうのは。いやいや、全然全然。指導はしてないよ、はい。ほとんどしてない。あ、そうなんですね。はいはい。その、会社の、まあ、教えたがりの人っているでしょ。はい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 。ねえ、まあ優越感なんだろうけど。まあ、そういう人たち、教える人がいるんだったら、俺は教えないから。ああ。余計なことまた言われると、みんな混乱するでしょ。はいはいはい、そうですね。そうですね。そう。うん、だから、そう、あんまり教える機会っていうのはない。でも、教えようっていうか、教えるんだったら分かるようには、言えるように準備はしてた。結構だから入ってくる社員が、本当は俺に教えてもらいたいんだけど、はいはいはい、会社の方針的に、教育担当別にしちゃうとかっていうのは、はいはいはい、はい。そうそう。だから仕事終わってから、まあ、飯食いに行ったりして、俺がこう、アドバイスするっていうのは多かったけど。ああ、そうなんですね。うん、仕事としてこう、ちゃんとこう、ね、っていうのはあんまり、実はない。へえ。そうそう。そう、そのね、北秋田に、俺の弟子が、ゆうやって弟子がいるんだけど、はい、まあ弟子って言ってもそんな1週間とか10日とかそのぐらいしかちゃんと教えてないんだよ、まともには、ね。そうなんですか？だけど、まあそれがきっかけで、まあすごいやる気出してくれて、はい、はい。どっちかって言ったらおとなしい子なんだけど、はい。で、なんか久しぶりに会ったら、もうなんか数字のこととかも、うん、うん、うん。めちゃめちゃこう、ね、仕入れがいくらで、売り上げいくらでとか、利益がどのぐらい出てて、前年比比べてどのぐらい伸びたとか、従業員だからね、社長じゃないからね。うん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 。そんなことをね、やってたのを見て、逆にもう尊敬しちゃったもんね、その弟子。できますね。いや、すごいよね。はい。俺そんなこと教えてねえよ、みたいな。もう俺超えてるし。なんならあんまり僕もお金の計算しないんで。いやいや、大体は分かってますけどね。はい。それは最低限度のことはやっぱり分かってるつもりではいるんですけど。あ、秋人さん、トーク会も面白いです。あ、本当ですか。秋人さん、ありがとうございます。ありがとうございます。面白いのかな。
俺は楽しいけどね。僕はもともとおしゃべり好きなんで、なんか。好き勝手喋ってるだけだ。はいはい。おしゃべりの延長線ですよね。まあ、大体なんか今のトークも、俺と田中さんが電話して話してるような内容だから。ああ、そうですね、そうですね。はい、こんな感じですもんね、いつも電話で。こんな感じなんで。あ、でも、はい、確かにこれをね、一人で喋れって言われたら無理だ。厳しいですね。僕の一人でやるんだよ。みたいな。リアクションあってのもんですよね。ああ、そうそうそう。俺はこうだからこうなんだっていうのは、ちょっと俺、一人じゃ言えないから。はい、聞いてくれる人がいたらね。そうですね。こう思ってんだよねって言えるけど。うん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 。そうそうそう。そんな感じだよね。そうですね。でも、俺、もうそろそろ、まあ、うん、トークだけで2時間ぐらい行きそうなの。あ、なかなか、はい。まあ、電話もいつもこんな感じですもんね。うん。気がついたら1時間や2時間やみたいな感じですから。でも同時視聴者数が13人もいるんだよな。ありがとうございます。すごいね。俺のライブ配信で13人もめちゃくちゃ多いよ。いや、そうですか？やっぱ多いとき結構、どうですかね、瞬間で言ったら20何人とか行くことも。ああ、まあね、瞬間ではね。うんうんうん。なんかこう、業界の人とか、まあ業界じゃない人でも、なんか質問とかなんか意見とか、なんかあれば全然入れてくれていいですよ。もう少ししたら多分終了しちゃうと思うんで。はい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 。はい、本当客観的に見てどうやってったらいいみたいな意見とか実はすごくね欲しかったり、その俯瞰して、はい、見てくれる人が、そう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 、はい、見てくれたらすごい助かるなとか思ったりもしますもんね。平たく言うと、まあ、生活裁断業界っていうのは、はい、やっぱあんまりこう環境が整ってるわけじゃないっていう、うんうんうん、まあ、教科書があって勉強して技術を覚えるだとか、うんうん、しっかりとした先生っていう人がいて、みんなその先生からいろいろ習ってるんだよとかって、そういう業界では全くないんですよ。そうですね。そうですね。うん、今、ね、その、大手のね、お花屋さんたちが、その、講習会とかをやってくれたりとか、はいはい、開催してくれたりしてるんで、まぁ、あ、ちょっとずつその傾向にはなってきてても、うんうんうん、やっぱりなかなかこう、みんな、ね、そうやって、ちゃんと教えてもらったっていう人は、そんなに多くない。そうですね。そうですね。うん、業界なんで。なんか似たような業界で、なんかこういうふうにしたらいいんじゃないとか、ああいうふうにしたらいいんじゃないっていうのもあったら、言ってくれるとすごい助かります。ね、嬉しいですよね。はい。ね。異業種の人の方がね、やっぱね、分かってる人多いよね。あ、客観的に見てもらえるんじゃないですかね。うん、そう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 。はい。意外と、やっぱ、業界内にいたら分かんないこといっぱいありますもんね。それこそ、まあ、弟子っていうか後輩ね。はい、もう、花屋業界辞めてる後輩なんだけど。はい、はい、はい。やっぱ俺、たまに電話して聞くもんね。そっちの業界どうとか。ああ。うん。ね、そのコロナの影響あるのかとか。はい、はい、はい、はい。社員ってどういう感じで働いてるのとか。はい、はい、はい、はい。まあ、若い世代いるのとか。そう、いろんなこと聞いてるね。はい、はい。うん。そう、異業種の方が勉強になる。花屋の真似しても、ね。なんか花屋さんと、そうですね、話しても、もう想像の範疇出ないですもんね。あ、そう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 。うん、うん。ね。でも、まあね、ほんとね、何でもやった方がいいからね、なんか、それこそ YouTube 配信してみたいとか、ゲスト出てみたいとか、まあ、例えば顔出すの嫌だったら、声だけでもいいよね。今日僕声だけですね。顔出せます、ね。うん。全然声だけでもいいし。はい。なんかこう、ね、名前も全然隠してもらってもいいし。まあ、それこそ、俺が SNS とかで全部自分の顔出してるのも、まあ、きっかけがあって。はい、はい。フューネラルビジネスさん。はい、はい、はい。葬儀業界の雑誌。はい、はい、はい、はい。あれで何回か取材受けて、はい、はい。それで顔写真を、その、フューネラルさん載せてもらったんだよ。はい、はい、はい。それがきっかけなんだよ、実は。ああ、で、なんかもう雑誌に載っちゃったし、はい、はい。なんか隠してもね、本当は嫌だけど、自分の顔出すの嫌だけど。そうですよね。はい。イケメンでもないしさ、イケメンだったら出すけどね。イケメンとか、まあかっこいいんだったら出すけども。ねえ、そんな顔に自信があるわけでもないのに、人様に顔を見せるのもどうなのかなと思うし、あれだったんだけど、まあそれきっかけで、出すようにしたよね。でも出すようにしたら、やっぱり、
信頼感はちょっと上がったのかなと思うね。やっぱり人間だからですね。うん。お前どんなやつなんだっていう不信感がやっぱり顔が出ることによってだいぶ薄くなりますよね。なるよね、きっとね。うんうん、まあ逆の立場だったらそうだよね。うん、いや、本当そうですよ。顔もの見えない誰かみたいな人よりは。ね、はい。ね、歳もわかんないしね。下手したら男か女かもわかんない人がね、あだこうだ言ったのを素直に聞けるかって言ったら聞けないもんね、やっぱね。なかなか難しいですよね。はい。うん。確かにね。なんかあんまり、いないかな？質問。いなさそうだね。あと、ね、田中さん、なんかある？あ、あれだ。今日、配信だ。YouTube。はい。花よりチャンネル、今日8時、配信されております。よかったら、ぜひそちらの方もご覧になっていただけたら、嬉しいです。今回は内容どんなの？今回はですね、僕が実際に現場に出て飾った時のやつ、割と最近なんですけど、うん。それを撮影したものを、まあ、ちょっと解説を入れながら、こんな感じでやってますよ、うん、みたいなものを載せてますんで、そちらをぜひ見られてください。はい。ぜひ見てください。よかったら、ね、チャンネル登録されてない方は、ぜひチャンネル登録もお願いします。うん、田中さんの動画も、もうどのぐらい作った？もう第何弾？十何弾？なんかその、講義ものは12段ぐらいまで行ってます、ね。ああ。あとあれか、作品集と番外編と。はい、ちょこちょこ間に挟んで。まあでもなんか全部でなんだかんだ20本ちょっとぐらいは動画あるんじゃないかな。ああ、すごいね。頑張ってるね。目指せ100本。目指せ100本。ああ、そうね。100本ね。まあどうしてもね、はい。あの、業界的にね、マニアックな業界だからどうしても視聴者は少ないんだけどね。そうですね。そうですね。回数はどうしても、うん、少ないんだけど。はい、はい。まあ、多分まあ、かなり価値のある内容の動画なんで、田中さんの動画は。いや、もうそう言っていただけたらありがたいですね。もう、なんかこう、ね、あの、勉強したいなと思ってる人とか、もっと上手くなりたいなとか思ってる人いたら、もうぜひぜひ見てください。ありがとうございます。告知までしていただいて。ね、あ、今日俺も一応10時からね、出すんだけど、まあ、いつもの祭壇だね。八尺の一段で作った祭壇を、はいはいはい、刺すだけに集中したから、まあ、スピード系だよね。はいはいはい、スピード系は普通のレベル5段階で言って3ぐらいな。レベルの刺しなんだけど、はい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 、まあ、30分ちょっとぐらいかな。途中電話入っちゃって。はい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 。ね、手止まっちゃったんだけど。カメラが止まっちゃったんですね。そう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 。だけど、うん。まあ、ね、そのスピードを速く刺すにはどうしたらいいのかって思ってる人も多分中にはいるのかなと思って。うん、はい、はい、はい。うん、どうやったら速く刺せるかっていうことを今言えって言われたらちょっと難しいんだけど。その人の癖。ありますよね、なんか。あるね。はい。でもなんか一番は速く動くしかないっていう、うん。あとあるのか、効率も言うよね。例えば、菊をいつも右で取るのか左で取るかによって、右、あの、菊をどっちに用意するか決めなさいとか。おー、そこまで。あ、そこまで、そこまで。まあ、例えば、まあ、これでも、はい、ここで菊を刺すのに、菊があっちにあったら、時間かかるじゃん。はい、確かに、確かに。だから、菊をちゃんとここに持ってきて、ここで菊を取って刺しなさいっていう。そっかそっか。何秒かが往復で、その無駄を、何回やるのって、そしたら何十秒、ね、何分っていう時間になるでしょ。そう、だからそういうことはいい。すごいな、すごいな。その世界でやってた、その花のセリタ時代。はいはいはい。でもやっぱ本数が多い分、1本あたりで言うと本当に1秒とかなのかもしれないけど、それをやっぱり100本とか200本刺すってなったら、やっぱ大きな差になってくるってことですよね。うん。うんうん、そうそうそう、今になって思うけど、本当、セリタさんにはすごいいい話させてもらってて、はいはいはい、うん、動くから時間かかるんだよって言われて。確かに確かに。動かなかったら時間かかんないでしょ。はいはいはい、はい。そうだ。うん、そうそう。だから今回も最初からもう上の具材を、入れる具材をもう決めてるから、はいはいはい、最初からこう1段目に置いてるよね、花を。はい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 。
そしたら、下がって花取りに行く手間がなくなるでしょ。うんうんうん。そうですね。そうそうそう。だから、差しの時間は技術の問題だから。はいはいはい。ね、早く、ね、すぐ、こう、角度見つけれる人と、見つけれない人いるから、それは誤差がどうしてもあるから。はい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 、はい。誰でもできることは、近いところに置きなさい。そうですね。はい、そうですね。これは誰でもできるから。うんうんうん、今からできることだから。そういうのは言うね。うん。それが無駄だもんね、やっぱね。うん、そうですね。移動が無駄だったり。そうそうそう。で、ね、花取りに行くのに下がってみないとか。はい。それもダメ。はいはい、上がるんだったら見なさいっていうサイト。はい、はい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 。ちゃんとチェックしなさいってね。うん、そういうことだよね。わあ、それすごくわかるな。花を取りに行くぐらいの下がり具合でもチェックする習慣はついてますね。うん、そうでしょ。そうですよね。うんうんうん。そうそうそう。で、花だけ取りに行く人たまにいるからさ。はいはいはい。違う、後ろに下がったんだったら祭壇チェックしなさいよって。はいはいはい、はい。チェックなんて何回したっていいんだよって話でしょ。そうですね。はい、はい。それはやっぱ当たり前にやんなきゃダメだから。うんうんうん。確かに。早くするためには無駄を省くっていうのが一番。はいはい。うん、そうだね。あとまあゴミ箱用意しろっていうのもね。掃除って結構大変なんだよっていう、ね。そうですね。はい。うん。それもまあ、セリザさんに教えてもらったんだけど。はいはいはい。入んなくてもいいから、ゴミ箱は用意しなさい。はい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 。全部を入れる必要はないけども、入ったら楽でしょって確かに確かにそうですね。それは全部自分で作って全部自分で片付けするっていうのが前提の話、ね。はいはいはい。うん、結構掃除って大変でしょ。うんうん。入って出るまでですもんね。あ、そう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 。うんうん、うん。あ、まあ、セリタさんって本当ずっと一人でこう祭壇とか刺したりとか。はいはいはい。してた人だから、はい、やっぱりそこまで考えてるのすごい人だよ。はいはいはい。うん、そうですね。うん、今考えたら、この会のメンバーもこんだけ人数いるけど、そこまで考えてやってる人って多分セリタさんしかいないと思う。はいはい。うん。めちゃくちゃ早い。経営者の。あ、そう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 。ならではの視点ですよね。そうそうそう。うん、はいはいはい。だから、この祭壇も多分俺は1時間で作ったけど、セリタさんは多分45分とかで作っちゃう。いやー、これ僕1時間で作れるかなぁ。いやー、しないですね。まあ、点は打ってないからね、今回ね。はい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 。自分の感性だけで言ってるから。はいはいはい。まあ慣れてるっていうのもあるけどね。はいはいはい。合格ラインっていうのも大体ね。うんうん。70点以上っていうのは大体もうね、どの程度かっていうのも分かってるし。はいはいはい。うん。だからまあ1時間であれだけど、まあ慣れてるデザインならできるんじゃないかなと。でも僕は点打った方が早いんですよね、僕は。ああ、まあ慣れなんだろうね、きっとね。はいはい。ああ、これは、まあ、で、これはね、これは打たなくてもいいけど、新しいことやったら絶対点は打つから。ああ。バランスがわかんない。そう、まあまあまあ、そうですね。はい。うん。バランスがわかんないね。やっぱね。もう、そしたらもう、2時間トークしたから。どうなんだろう、みんな楽しかったのかな。わかんないです。わかんないですね。みんな、秋人さんは喜んでくれたから嬉しいけど。まあでもあれか、つむぎさんも、ね、ピノコさんも、楽しみにしてますとか頑張ってくださいとか言ってくれるから。はい。ありがたいですね。はい、ありがたいよね。うん、ありがたいですね。ね。なんかね、内輪の祭りになってもダメだと思うからね、YouTube。そうですね。はい。少しでもなんか反応あってくれると嬉しい。そうですね。うん、あと、マリア爺さんね。マリア爺さん。はい。はい。もうすぐ、マリア爺さん、詩を書いてる人なんで。ええー。はい。フィンランド語の詩の作品集を、うちに発送してくれたみたいなんで。いや、すごいっすね。多分、2、3日したらフィンランドから届くと思います。まあ、届いたらちょっと、届くんすか？ちょっとここでも紹介しようかなと思って。それはもう、本望でしょうね。うん。なんか、日本でやっぱり、ちょっと、うんうん、まあ、成功したいというか、日本に来たいっていう話は前からしてて。ああ、はいはいはい。そう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 。まあ、そのね、まあ、ちょっと手助けでもできたら。はいはいはい。かなと思って。うん。そうだね。そういう交流も楽しいかなと思ってます。そうですね。はい。YouTube ならでは。ならではだよね。はい。すごいグローバルな話ですね。まあ、でも、
あのね、中国のリーチさんとか、はい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 、まあ、韓国の会員のベクとか、うん、はいはいはい、あと、台湾の、名前ちょっと出てこないけど、台湾のことを、あとベトナムのことを、はい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 、ね、全部 SNS で繋がって、はいはいはい、やるようにしてるからね。うん、すごいよね、SNS だからね。だからすごいです、すごいです。はい。うん、やった方がいいよね。やらないよりはやった方がいい。うん、うん。なんなら今、中小企業が一番目をつけた方がいいのって、まあもうちょっと、むしろ遅すぎるぐらいだと思うんですけど。そうだね。SNS での、なんかそのマーケティングみたいなのって、やっぱ本当はもっと頑張らないといけないところなのかなって思いますね。うん、それは思うね。うん、はい。うん。ね、まあ、ね、フォロワーが増えちゃえばね、はい、無料でしょ、基本ね。無料です。無料で情報発信できる。はい。で、やっぱ素晴らしいツールだと思う。はい、はい、すごいですよ。ああ、まさかね、でも俺も YouTuber になるとは思ってなかったけどね。僕もです。ね、なんか本当、まあ、田中さんにもこの間話したけど、まあ、YouTube もやるつもりはなかったけども、多分2015年ぐらいに YouTube のチャンネル登録だけはしてたんだね。ああ、はい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 。うん。そして、3年、4年ぐらい前の仙台の、うん、萩原さんのところでやらせてもらった講習会の動画を、はい。たまたま偶然載せてたんだよね、俺ね。はいはいはい。で、ずっとほっといてたら再生回数が1000回以上に2年後になってて。はいはい、あ、それでちょっといけんのかなと思って始めたっていうのがあるから。本当、全部0から100まで今やろうとしなくてもいいから、チャンネルを作っとくだけとか。チャンネルの解説だけですね。そうそう、解説だけでも、やっといたら後々楽だと思うんで、もしなんかちょっと僕と田中さんの話でちょっと刺激受けて、僕にもできるかも、私にもできるかもと思った人がいたら、チャンネルだけでも作っておけばいいかなと思います。それでも一歩進んだことにはなる。うんうんうん。ね、チャンネルの設定だけしとくとか。そう。最初の一歩なんて、はい、そんなんでいいんですよね、うん。チャンネル解説だけで結構腰重かったですもんね。やっぱなかなか動けない。いやー、動けない。うんうん、だってやったことないんだもん。いや、そうですね。わかんないんで。そう。はい。やったことないからね。不安だしね。そうですね。うん。そう。あと、顔出しすんのみたいな。だって僕、家族に相談しましたからね。俺、顔出していいっつって。もしかしたら、ね、変なバズり方しちゃうと、子供学校で見られるかもしれないけど、いいっつって、お父さんなんか嫌なことやってるけど、みたいな感じになってもいいって、聞いて。うん。はい、まあ、そこまであれだって。いいんじゃないみたいな感じだったんで、じゃあ、遠慮なくっていうことで、はい。まあ、ちなみに、俺のばあちゃんは、まあ、俺も札幌に2年くらい帰ってないから、会ってないんだけど、はい。はい、ばあちゃんは俺の YouTube 見て、いつも手を振ってくれてるみたい。めっちゃ可愛いな、ばあちゃん。可愛いっす、ね。俺が手を振っているのは見えるかもしれないけど、ばあちゃん手振ってんの俺見えねえよって感じだけどね。もうなんか、もうテレビ電話なんですね。そう、なんか、うん、テレビに映ってると思って、うんうんうん、喜んでるみたいだから。まあ家族も喜んでくれるから、まあ、はいはいはい、いいかなと思って、俺はね。まあばあちゃん花農家だしね、もっとね。あ、そうなんすか？そう。ええー。そう、花屋なってから知ったんだけどね。そうなんすか？それまでは知らない。普通の農家だと思う。ああ、そうなんですね。そう。そしたら、そろそろ、もう9時も過ぎちゃったし。はい。なんか質問もないみたいなんで、これで終わりたいと思います。僕出てきた方がいいんですかね。うん。あ、そうだね。最後。まあもうみんな田中さんの顔ももう分かってると思うけどね。そうですね。はい。はいね、この間声かけられたみたいですね、田中さんね。ああ、なんか、お声かけいただいてありがとうございます。なんか、YouTube 効果だよね。はい、街の中で見かけたら、ためらわずに声かけてください。まあ、俺も、はい、いるのかな？五所川原で見てくれてる人いるかな？まあ、あんまり俺、外出ないからな。引きこもりだからな。そうですか。そう。
そうだね。そしたら、はい、今日はこの辺で、だいぶ長くなっちゃったけど、なんかもしよかったら、後から見た人でも、まあ、面白かったよとか、面白くなかったよとか、こうしたらいいんじゃない、ああしたらいいんじゃないとか、まあ、アイデアだったり、意見だったり、あったら、もう、どんどん入れてください。受け入れます。はい。はい。言われた方が、いろいろ改善できると思うんで。そうですね。はい。はい。そしたら、この辺で今日は終わりにしたいと思います。田中さん、今日ありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。また対談やりましょう。はい、そうですね。はい。あ、秋人さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。はい、それではまた。はい、終了。